寸外公六ック駅は、太陽国南部、ナラウティワート県寸外公六ックにある、大国有鉄道南本線の駅である。寸外公六ック駅は、太陽国南部、ナラウティワート県の、人口約7万5千人が暮らす、寸外公六ックにある、大国有鉄道南本線の終着駅であり、大西南端の駅である。旧トンブリー駅より 1142.99km 地点に、 一置する。当駅に到着するバンコク発着の列車はすべて、クルンテープ駅発着であり、その乗車距離は 1159.04km に、及び、大国鉄が運行する最長距離列車である。乗車時間は、特急列車利用で19時間50分である。一等駅であり、1日に14本の列車が発着しその内訳は、特急1往復。 快速に往復、普通4往復である。線路は東駅より東方向、すなわちタイマレーシア国境に向けて伸びており、さらに国境を越えてマレーシア領内を東に進み、マレー鉄道イーストコースト線のパシールマス駅までつながっている。かつては国境を越え、タイとマレーシアを結ぶ列車も運行されていたが、現在では国境をまたいで運行される、国際列車は旅客、 貨物ともに存在しない。そのため鉄道での国境は封鎖されているが、タイ側の路盤は良好に整備されている。一方、マレーシア側の路盤は雑草や干木が生い茂り、荒廃を極めている。列車での越境はできなくなったが、道路を使用してのそれは可能であり、マレーシアとの貿易で賑わっている。当駅は街の中心部にあるため、交通の利便性は良い。 1921年9月17日に、南本線最後の開業区間である、単陽マット駅東駅間の開業により、南本線の完成を見た。単式及び、島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ、地上駅であり、駅舎はホームに面している。ありがとうございます。